ムービー入ります。まあホメロスだよね。さあ誰がいる。月が照らす。お前は。まあそうだね、顔色悪くない、ちょっと青くない、そうでもない。お元気そうで何より、我が友、そして悪魔の子よ。やはりお前か。はあ。はっ、うん、なんか服のセンス悪くなってない？その短期直した方がいいぞ。周りが見えていない、いつも空回る。なぜ魔王に魂を売った。デルカドールを守る、そう誓ったはずだぞ、ホメロス。なぜと問うか、お前が私に。魔王が恋してそう。はい、では私も問う。はっ、やっぱ劣等感。なぜ私の前を歩く。チャキーン。お前ばかりが力を得る。なぜだ。嫉妬だな、闇落ちしてたんだな、やっぱり。すっげえ老けてる。は、無視された、傷つくわ、これ傷つくわ。私はもうお前の後ろは歩かん。愛も夢も光も、そして友、何の意味も持たん。あるべきは力、闇の力だけだ。はやぶさん、力を認めてくださるあの方こそが真の王、私が許さん。あー、あれ、故郷を奪われ民を失い友は去った。英雄と呼ばれて戦い続けても守れるものなど何もないのぞ。だがまだだ。守るものがある。昼夜が世界を救う勇者なら、俺は勇者を守る盾となろう。やはりメイン盾だった。ホメルス、いや、魔王の手の者よ。その命、私がもらい受ける。できるかな、我が友よ。遊びは終わりだ。はだし。魔物になった。あれ、エイトに出てなかった。ドルマゲすっぺホメロス、え、戦わないの。誰だ。なんかあんま関係なさそうな人が来たぞ。あれ、ゼルダの伝説のトワプリにいませんでしたか、あなた。魔王様の力を受けし、六軍王が一人、四季軍王ゾルで、あれ、大の大冒険始まったか。闇を愛し光を憎む者、我は思う、そなたらはいやらしい光を望む者たち。いやらしい光ってどんな光だよ。何より哀れな者たち、魔王様は闇をお望みだ。我の命尽きるまで正常なる常闇は消える。ならばこの地に光は戻らぬ。以後見ほしゾルです。汚れた光を癒しますぞ。二刀流だ。おう、ゾンビキラー。
と、まあ、普通に考えてハヤブサの剣を ゾンビだよね、これゾンビでも。で、魔法の盾で守備力を上げて、1人しかいないんでね。まずは、ハヤブサ斬りの威力チェック。100ぐらい。ソードガード。よし、メイン盾。大したない。大した強くない。はい、メイン盾来た。で、一応まあ MP に余裕があるんで、ギガフラの威力チェック。あ、でも分かりにくいな。ゾーン中だからな。227。さすがメイン盾。お前はずっと仁王立ちしてろ。で、ハヤブサ。125ぐらい ?130 いけるか。65超えてるから。ヤギ払い6来るとしたらダメージほとんど、ああ魔法も使ってくる。ああこれは食らうね。お前が仁王立ちしてねえからそんなことなんだよ。肉壁してけ、肉壁。ミラクルソード69、その代わり37回復。お前は仁王立ちだっつってんだろ。パープルシャドウ、オーブの力は、あ、なるほど、オーブに対応したボスたちが出てくるのか。あれ、お前ダクソに出てなかったか。ダクソ、ダクソにいたよね。増える人、ダクソ3に1じゃん、ダメージ。ゾーン影の方が、バイキはやめてー。ギガスラ弱い。ヤギ払いさ、おお、硬い硬い。あ、でももう黄色になってんじゃん。ギガスラ連発。ゾーン強いね。おっと、ソードガード、あ、ナイスベホイム。じゃあ俺はもうギガスラ連発しよう。くたばれサリバーン。ちょっと待って、メイン盾がいないから。そんな痛くない。あ、まさか MP まで返してくれるとは思わなかった。もうギガスラだけでいいんじゃねえかな。あ、ゾーン切れちゃった。よし、ナイスメイン盾。効かない、さすがメイン盾。どれだけ肩代わりしてくれるの。作るとそろそろバイキルト終わらんかな。あ、終わった。痛い。でほい、でほいにしよう。さらに魔法の精神、どんだけこいつ虎の子の魔法の精髄隠してんだよ。向こうもゾーン、また増えた。サリバーンだね、やっぱり。ちょい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 。よし、バイキルかかってないからな。そうか、ダブルゾーン、まさか。きた、モンスター連携、クロスドルマー。うわ、ベホイム、ベホイム。あぶねえ、あぶねえ。そっちはいい、ほっといて。俺のギガスラッシュで全員倒す。やったぜ。私の愛しき闇が明けがらわしい。こいつパープルオーブかな。オーブの力、ほらやっぱオーブだ。コロコロコロ、これはオーブ。
パープルオーブを取り戻した。闇が晴れた。あれ、え、やばい、逃げろ。服の趣味が悪い。さすがだな、来てくれたか、リタリフォン。あ、馬さんだ。おい、この馬カスケード過酷号だぜ。マジで松風の可能性もあり。常闇は消えた。しかし皆が心配だ。早く砦に戻ろう。さあ帰ろう、最後の砦に。ただまー、俺の馬もいる。クリカリ族。動物モンスターリスト。おっと、一匹だけ倒してね。グールは戦ってるな。なんだろう。ホワイトキングか。腰の悪いおじいちゃんにしか見えねえんだけど。ホワイトキング系だよな。ロクロ大臣。あ、戦ったな。イガフラー吹っ飛んだ。あ、もっとキャンプあるからいらないけどね。ゾンビキラーだ。キャンプ行こう、キャンプ。キャンプ、キャンプ、キャンプ。正面から帰ればいいかな。にしても悲しい音楽やで。はいよ、シルバー。コウモリだ、コウモリだ。お前戦った覚えが。イビルビースト強、草薙強、違います。腹ぷかぎり強い。ハエプサギリってさ、自分で剣作ってるから武器関係ないよね。立てないと爆弾石。お、あったあった。この上でキャンプをしよう。あー、懐かしい。一番初めのキャンプのチュートリアルのところじゃないか。はい、おっさんと二人で。一刻も早く砦に戻るぞと言いながら今キャンプ中ですけど。魔法の盾が売っている。アスネロイ売っている。他に売ってるのが布の服というね、凄まじい。お、三倍打ち。結構レシピ増えましたよね。ゾンビバスター、プラチナソード。聖者の灰をやっと使う装備がゾンビバスターです。壁画のレプリカ。両手剣、デーモン、ああ、両手剣かよ、デーモンバスター。でも強いな。探検、ムーミュラン、ミスティック。両手、槍。あ、デーモンスピア。ムッチ、スズメ、斧、キングアックス。斧装備できるなんかいなかったよね。ってことは脳筋将軍が斧か。でも俺別に両手剣持ってないからな。
防具の方は盾、大盾、プラチナシ、炎ガード、帽子、兜、ユグノワの王冠、服、鎧、早く魔法の鎧作りたい、ローブ、クイーンローブ、キングコート、強い、キングコート魔法の鎧よりもこっちの方が強い。60、29、29、51、65、19、19、まあ、どっちも強いな普通に。でも特殊効果がこっちの方が強い。じゃあこれ作るしかねえんだよ。クソ難しそう。 2.5 現場石、青い宝石、ちょっとレベル足りない気がする。よし、セーブして先にまず戻ろう。他のメンバーが帰ってきてからでいいや。こうやって一晩泊まったせいで、あの砦がね落ちてたらかなり悲しいけど、とりあえずオーブの敵がね、あと5体はいるってことだよね。普通に考えて、あと5ボスはいるってことだよな。普通に考えてそういうことだ。少なくても5ボスプラスホメロスラ、ドラキーもぶっ飛ばせねえのドラキーすら無視できないの。はい、いいやつだ。楽ちん楽ちん。ここちゃんとさ、脳筋隊長が馬で追ってくるっていうのしてほしかったよね。スペック足りてねえのか。まあ、ロードも長いしな。最適化が完了してないか。あ、スライムがいる。お前は吹っ飛ぶだろ。はい、うっそだ、どんどこどーん。スライムすらダメ。よし、逃がす。ただまー、え、馬連れていけねえの。え、僕入れてくれないですか。あいつら孤独を感じてるだろうな。ただいまー、ただまー、お帰りを言ってほしいんですけど。音がない。やっぱ滅びちゃったのか。キャンプで休んでたせいかな。英雄の帰還だぞ、門を開けろ。誰もいない。そんな、王様、王様、いない。あ、もしかして山まで逃げたのか。そう、敵の攻撃が激しくて山まで逃げたんだな、きっと。きっとみんな無事だ。誰もいないだけだな。生きているものはおらんのか。誰か生きている人いますか。この放送が聞こえたら
辛くても生きてください。この音は、そういうドッキリはやめろよ。ほっほっ、眩しい。そして日は昇る。今響く喜びの歌、新しい朝が来た、希望の朝。ラジオ体操かな。歌え、ネルガダールの民よ、強き心の太陽の民よ、歌えや歌えや。ドッキリ驚かさないでください、王様。どいておくれよ。薄暗くてよく分かんなかったけど、男前になったじゃないか。あんた私の子だよ。しゅうやよ、グレイグと力を合わせ、よくぞ太陽を取り戻してくれた。礼を言おう。しかし世界は未だ混乱を極めておる。世界の希望勇者じゃ、ロトゼタ社に光を取り戻してくれ。グレイグよ、王国のためよく戦ってくれた。お前の力もあってこそのものと。しかしその剣を今こそ世界のために役立てる時じゃ。意味はわかるの？それでのことは案ずるな。民は強い、そしてわしもな。悩むことはない。心はとうに決まっておるのだろう。我らが勇者、この命今日からあなたに預けます。男はいらねえ。イエーイ。グレイグが仲間に加わって、その服のセンスどうにかならねえかな。早くコスプレ装備が欲しいな。宮の者、夜が明けた、我らの勝利じゃ。太陽を取り戻した最後の砦の終焉は、祝宴は一昼夜続き、三冠の砦に絶え間なく喜びの歌が響いたのだ。ダイネタベフ。そして夜が明けた。